はい、こんにちは、夢中人です。本日もよろしくお願いします。はい、現在もう知床から戻りまして、今札幌のちょっと外れにあります、丘珠空港っていうところにいます。丘珠空港にはシャトルバスとかも通ってまして、まあ、札幌駅前からですとですね、500円で丘珠空港に行くことができます。または地下鉄で栄町まで行って乗り換え、まあタクシーとかっていう、まあ手段もありますけれども、まあ、とりあえず、新千歳空港はとっても有名なんですけれども、まあ丘珠空港ですね、そちらの方に、行って、今回は、利尻レブンですね、そちらの方に、行きたい、まあ稚内の方ですね、北の方になってますので、そちらの方を皆さんの方にお届けできればと思ってます。はい、まあ行きはですね、タクシーで、丘珠空港に到着しました。で、帰りは、バスに乗って、札幌駅の方に、行った形です。はい、これが、今の、丘珠空港になります。隣は駐屯地になってますので、まあ自衛隊の基地があるんですけれども、1階、2階建てっていう風な感じで、1階の方には全日空ではカウンターはないんですけれども、JAL のカウンターですね、それと FDA の、カウンターの、2種類が、あります。まあこの時は、FDA も、まあ、離陸するっていうところだったので、後ほど、FDA の方の、まあ、飛行機も出てきます。はい、これが、JAL で一番、小さい飛行機、サーブ37人乗りになります。で、これに乗るときにですね、これ見ていただければわかるんですけども、5番目の席よりも前じゃないと、もうプロペラとかが邪魔で、ほとんど、窓が開いても見ることができません。あとは、2番目の席ですね。こちらには窓がないので、まあ、外を、まあ、見たいなっていう人は、1、3、4、5、番目の席に、座るしかないっていう風な感じです。今回は、5番目の右側の席の方に、座って、飛び立ちます。はい、これ丘珠空港の、待合室になります。待合室何にも、売店とかはまあないって言ったらおかしいけど、まあそんな感じですね。はい、先ほど言いました FDA ですね。こちらの飛行機も中まあ止まっていましたので、今回は撮影しました。はい、それでは中に入りたいと思います。はい、音はいつものJAL と同じ音が鳴っております。で、まあ階段の方をテクテクテクっとまあ降りて行くようにしまして、それでまあ飛行機の方にまあ歩いていくという、まあボーディングゲートを使わないっていう風な形になりますね。はい、それでは階段を降りてますので、まあこのゲートを出ましたら、まあ飛行機の方に乗っていく形になります。今回飛行機の方はですね、まあ車椅子の方が一人いらっしゃったんですけれども、その方は一番に座るっていう風な形で先に乗っておりまして、自分は、このサーブ、スウェーデン製ですね、サーブのプロペラ機ですね、こちらに乗るのは、まあ生まれて初めてなんですけれども、サーブの方が、もうすぐ、順次、退役、要は、サーブから新しい、ATR という、機材に、なっていきますので、どんどん、なくなっていくっていうことです。3番という、機体が一番最初に、なくなる、そうなんですけれども、帰りの飛行機はその3番の方に、乗る形になりました。で、ちなみになんですけれども、行きの飛行機も、3番ですね、の、飛行機だった、っていう風な感じです。はい、それでは、まあ、階段を 1,2,3,4,5 6段かな、上がって、このサーブに、乗るような、形になります。ちなみにですね、飛行機の、まあ、飛行速度ですね、まずこれが、1時間あたり400キロ、そして、特に高さなんですけれども、1万5000フィートまでしか、上がらないっていう風な形なので、まあ、晴れていればほとんど、地上の方をですね、見ながら、まあ、飛行機を、見下ろしていけるっていう風な感じの、まあ、珍しい機体っていうとおかしいんですけれども、まあ、
気持ちいい、機体のうちの一つです。はい、今回座るのが、こちらの方の席になります。あとちっちゃいですね。そして、まあ、この、まあ、JAL の子会社なんですけど、北海道エア、コミューターですね。ハックっていうんですけれども、まあ、新しい機材が出ましたっていうことで、9月限定でこちらの方の、ストラップを、売っていましたので、1000円だったので、買わせていただきました。新機材 ATR の発売記念です。ただし、今回乗りますのはこのサーブ340、という、機材に、なります。ちなみにハックの、機材紙ですねは、こんな感じで、お持ち帰り可能っていう風な、感じになってます。はい、まだちっちゃいんですけれども、まあ、普通に、扉で、まあ、暑かったら、閉めることもできます。はい、前面がこんな感じです。席はですね、の配列は2、1、だから片方は、通路を挟んで、1列、もう片方は、まあ、2人掛け席、そして1人掛け席と2人掛け席っていう風な感じです。はい、窓から見るとですね、こんな感じでものすごく大きい、まあ、エンジンなのかな、プロペラっていう風なのが、見える形になります。はい、プロペラ回り始めましたね。はい、いよいよ、フライト、発進っていう風な感じです。まあ、飛行速度、飛行時間的にはですね、まあ、約40分っていう風な、感じに、なっておりますので、まあ、そんなに、まあ、長いフライトでは、ないっていう風な感じです。まあ、航続距離も、非常に短い1400-1500キロぐらいまでしか、まあ、飛ぶことができないっていう風な機材ですので、まあ、しょうがないんですけれども、昔は、例えば伊丹空港から田島空港までの、まあ、短距離、路線とかも、このサーブが、使われてたっていう風な感じで、聞いております。音の方うるさいですね。まあ、うるさいというか、この、まあ、大きい音、まあ、独特の、音が、飛行機好きな人には、いいんじゃないんでしょうか。で、まあ、プロペラが動き出す瞬間もまさに、間近で見ることができますし、まあ、動き始めるのが、まあ、右のプロペラが、動き始めてからその後、左のプロペラを動かすっていうような感じ。これ行きも帰りも同じだったんですけれども、まあ、同時に、発進しないんだなっていうのは、まあ、ちょっと、面白いなっていう風な感じで、思いました。まあ、絶好の、飛行機乗るには、いい日和というか、まあ、そうですね、撮影するには、いい日和で、まさに真っ青な空に、雲が少し、かかってるっていう風な、感じです。今回、生まれて初めてですね、丘珠空港から、飛ぶっていうような形なんですけど、皆さん、そういうふうな空港があるって知ってました？まあ、一つ空港はですね、国際線のターミナルの2年か3年ぐらい前かな、新しいターミナルができたりとかして、国際線も飛んでるんですけれども、まあ、ここの丘珠空港に関しましては、まあ、国内線のみっていうふうな、感じになっております。まあ、僕もなかなか、丘珠空港ですね、名前だけは聞いたことあったんですけれども、まあ、行った感じではですね、まあ、新千歳よりかは、まあ、行きやすいかなっていうふうな、まあ、個人的な、まあ、感想を持ちましたので、まあ、何かまた機会があれば、丘珠空港の方からフライトしてみたいなっていうふうには、しております。ちなみにですね、JAL のステータス持ちさんの方、例えばですね、まあ、ワンワールドのステータスを持っている方はですね、まあ、ハック、北海道エアコミューターなんですけれども、まあ、前に、映像で流しましたラックですね、琉球エアコミューターと同じようにですね、優先搭乗がありますので、そこは、ご安心いただければと思います。救命胴衣は続き下にあります。着用する際は頭からかぶってください。金具を留め金にかけ、紐を引いてしっかりと締めます。非常口で乗務員の指示に従って引き手を強く引いて膨らませてください。十分に膨らまないときはチューブから息を吹き込みます。この飛行機には前方と中央に非常口がございます。お近くの非常口もお願いします。
Thank you.
お待ち、足元にご注意ください。また出入り口の天井は低くなっておりますので、非常にご注意ください。ありがとうございました。お待ちしております。はい、ということで、利尻空港に、到着をしまして、はい、今外に出ました。まあ、ターミナルの中に入った感じですね。はい、ターミナルの方はですね、2階建てになっております。奥の方に見えているのが、2階に通じる階段で、まあ、1階の方でですね、チェックインが、チェックインカウンターがあります。こちらの空港の方は JAL と ANA、両方とも、就航してます。それでですね、利尻空港というか、利尻富士町と、利尻町と二つの町が、ある、利尻島なんですけれども、どちらも、プレミアム商品券を売ってます。で、特に利尻富士町の方ですね、まあ、空港がある方、港がある方、の方の町には、まあ、まだ、商品券はですね、プレミアム商品券の方は、普通に、まあ、当該の、人でも買うことができます。最大15セットまで買えるっていうふうな形で、2000円出せば2500円分の、チケットが買える。まあ、お土産物から、まあ、実はですね、セイコーマートという、コンビニがあるんですけれども、そこでも使えたりとかっていうふうな感じで、まあ、かなりほとんどのお店で、使うことができましたので、今回は、そちらも、買わせて、いただきまして、お得に、旅を、していきたいと思っております。はい。2階の方ですね、こちらの方は、レストランの方が、あります。はい、ただ、もう、今回、到着した便で、もうフライトは、今日はないんで、まあ、1日、2便だけですね。JAL と ANA が1便ずつだけっていう風な形ですので、もう、閉まってました。はい、見えてるのが、今到着した機材で、これから、また人を乗せて、まあ、丘珠空港の方まで戻るっていう風な感じになっております。ちなみに奥に見えてるのが、利尻富士ですね。有名な利尻富士なんですよ。ということで、利尻礼文稚内ツアーの始まりになります。それでは、夢中人でした。